9月3日、ストーンズの京本大河がソロプロジェクト、アートプットの指導を発表した。京本のファンからは歓喜や期待の声が上がっている一方、グループのファンからは、絶対に今やることじゃない、ストーンズから離れていく人が増えそう、などと、ネガティブな声が続出している。写真、薬指に指は、森本慎太郎と森川葵のツーショット。 歌唱力の高さでソロ活動が期待される京本。京本は自身の X、旧ツイッター、にて、京本大河によるクリエイティブプロジェクト、アートプット、指導、と発表。同日にはプロジェクトのオフィシャルサイトや、YouTube チャンネルがオープンした。告知から1日で、チャンネル登録者数は11万人を超えている。展開も非常に早く、 プロジェクト指導を発表した3日には、YouTube チャンネルに京本さんのオリジナルソロ曲、プレリュードをアップ。すでに60万回近く再生されており、注目度の高さを物語っています。京本さんはもともと、歌唱力の高さが評価されており、デビュー前にミュージカルの主演を務めたことも。そのため、京本さんのファンからは、アーティストとして本格的に活動してほしい。期待してます。 グループでは出せない個人の魅力を存分に出してほしい。大河くんがやりたいこと全部やれる場になったらいいな。どんな活動も応援してます。などと、喜びの声が多数集まっていますアイドルしライター。一方、ストーンズファンの心境は複雑な様子。というのも、メンバーのジェシー、森本慎太郎に熱愛報道が出たばかりのタイミングだったのだ。ソロ活動は絶対に今じゃない。 7月にジェシーさんと綾瀬はるかさん、8月に森本さんと森川葵さんの熱愛が立て続けに報じられました。森本さんに至っては、森川さんと旅行に行く姿が撮られており、言い逃れできない状況です。ストーンズは来年で結成10周年、今年でデビュー5周年という節目を迎えるのですが、そんな大切な時期に二人も熱愛報道が出たとあって、SNS 上には、 ジェシーと慎太郎には幻滅。ストーンズを応援する気もなくなった、二人ともファンをなめてんの。もう終わったねなど、グループに見切りをつけるような厳しい声が続出していました、全室アイドル史ライター。実際、CD の売り上げは横ばいの状態が続いている。2020年11月11日リリースのシングル、ニューエラ以降週間40万枚台が続いており、 今年5月1日リリースのネイロで52.3万枚を記録したものの続くロングここに帰ってきて7月10日リリースは42.6万枚まで落ち込んだ同時デビューを果たしたスノーマンは今年に入って2度もシングルでミリオンセラーを達成しています売り上げの面では圧倒的に差がついてしまっているわけです執念にもかかわらず 熱愛やソロ活動ばかりが話題になる状況に対して、ファンは不満を抱えている様子。ネット上には、ますますストーンズを応援する人が減りそう。ソロ活動は絶対に今じゃないよ。熱愛連発だけでも辛いのに、グループの活動までなくなったら無理なんだけど。ストーンズって一応、執年なんだよね。どうやって盛り上がっていいのかいまいちわからないわ、と複雑な心境を吐露するファンも多いです。 芸能ライター。いつの間にかメンバーがバラバラにという展開だけは避けてほしいというのがファンの総意だろう。ストーンズとして明るい話題で盛り上げてくれることを願うばかりだ。